糸が絡まっちゃった。これはもう切るしかないわね。釣り糸も安くはないのに。晩ご飯にはありつけそうにないですね、天人様。あれ、天人様がいない。それにここは水没したはずの白霊神社。神社ならまともなものが食べられるわ。霊夢、霊夢、白いご飯食べようよ。そりゃ私は神様の中でも下道の神ではあるけどさ、だからって食べられない魚なんてあんまりだわ。非食用魚、涙のリリース。釣れども釣れども楽にはならぬ。ひもじい、ひもじすぎる。うおー、ゲット。1ヶ月100段化生活。あら、お前は。私はよりがみしおん、貧乏神よ。どうしてわざわざ白霊神社なんて貧乏くさい場所の世話になってるの。